クッキータイム 1kg 入り1698円です。 M&M's っぽいカラーが目立っていたので買ってみました。原産国はニュージーランド、賞味期限は11月5日です。約10ヶ月です。72枚入っていました。1枚の重さは 25g くらいなので 115.3kcal です。ただ 25g×72枚は 1800g ですから、計算が合わないので大きさはバラバラかもしれません。パッケージごと測ったら 1.2kg ありました。直径は 65mm 前後、厚さは 17mm くらいです。カントリーマームに似ていますが全く違います。まあ、カントリーマームはどんどん小さくなって、今ね一口サイズですよね。意外に硬いです。そして甘いです。いかにも輸入クッキーって感じなので、日本のクッキーをイメージしてるとおやってなります。チョコチップの入り方はかなりムラがありますが、ちょうどいいバランスだと思います。しっとり滑らか大人のバームのいちご味が登場です。16個入り1598円です。ちなみにプレーンは1448円でした。1個あたりは 99.88 円、製造は岐阜県、賞味期限は7月16日です。約半年です。プレーン同様に箱にギュッと詰まっているので、少し潰れたり変形したりしています。個包装になっていて、開封すると甘いイチゴの香りが広がります。部屋中に広がるほどに強めの香りです。重さは 55g 前後と微妙にバラバラで、直径は8センチくらい、内径は3センチくらい、厚さは24ミリくらいです。254キロカロリーです。いかにも香料っていう感じではなく、甘おう 0.25% のいちごソースも使われているので、口に入れてもいちごジャムのような優しい香りです。美味しいです。プレーンの時にも同じ感想を言いましたが、常温保存のバウムクーヘンとしてはしっとりしてて美味しいと思います。バウムクーヘンの食べ方は扇形が一般的、年輪を、ね、剥がしながら食べたりするのもありですけれども、もっとしっとり滑らかに食べたいならそぎ切りがおすすめです。もうね、食感が全然違うのでぜひお試しください。フォークでそぎ切りはなかなか難しいので、このように盛り付けると食べやすいし、増えたように感じて満足感も得られます。ホイップとベリー系の冷凍フルーツを添えればおもてなしにもなります。詳しい切り方はプレーンの時にご紹介しておりますので、そちらもぜひご覧ください。マフィンバラエティパック1568円です。アップルクランブルとレッドベルベットとトリプルチョコレートの3フレーバーが4個ずつ入っています。1個あたりは 130.67 円、原産国はオランダ、賞味期限は2月6日です。約2週間です。フレーバーごとにパックされていて、個包装じゃないのが残念です。開封したら早く食べないといけませんもんね。アップルクランブルは中心にアップルフィリングが入っていて、レーズンが少しとシナモンがほのかに感じます。輸入物らしくなくて甘すぎることなく美味しいです。314キロカロリーです。チョコマフィンにも中心にガナッシュが入っていて、チョコファッジケーキとフォンダンショコラの中間のようなルックスです。見た目によらずふんわりとしてて、ちょうど良い甘さとチョコの風味を贅沢に感じます。ベーカリーコーナーのチョコマフィンより私はこっちの方が好みです。306キロカロリーです。一番気になっていたレッドベルベット、コチニール色素を使った赤いマフィンで、実際に赤紫っぽいです。クリーム色の部分はクワルクチーズフィリングです。クワルクチーズはドイツのチーズで、オランダでもポピュラーなフレッシュチーズだそうです。癖はないそうですけれども、クワルクチーズフィリングはチーズ感がしっかりあります。言いにくい甘いマフィンですが、酸味量でバランスが取れて美味しいです。食べ慣れているチーズマフィンとは全く違う味わいで、これはこれでいいなと思いました。331キロカロリーです。冷凍のたい焼き 200g が3袋1498円です。新商品です。バニラカスタード、コシアン&シナモン、
ヘーゼルナッツチョコレート、3種類のフレーバーのたい焼きが10個ずつ入っています。1匹あたりは 49.9 円、原産国は韓国、賞味期限は来年の6月です。約1年半です。きっちり10個ずつ 200g 以上あります。カラフルですし小さいので、タイというよりは金魚っぽいです。加熱方法はいろいろありますが、レンジとオーブンで試してみました。レンジは3個 500W で30秒、オーブンは6個 180度に予熱したオーブンで8分です。予想通りですが、レンジの方は皮が柔らかく、オーブンの方はパリッとしています。好みだとは思いますが、オーブンの方が美味しく思います。フレーバーは名前通りの味、クリームにプレミアム感はなく、薄皮パンの中身的な馴染みやすいお味です。多すぎず少なすぎず、ちょうど良いバランスです。正直コシアンにシナモンは邪道でしょうと最初は思ってましたが、合いますね。美味しかったです。カロリーはフレーバーによって若干違って、1匹あたりはバニラは51キロカロリー、コシアンは57キロカロリー、チョコは59キロカロリーです。家族が気軽にチンして食べられるようにざっくりとジップバッグに移しました。一口サイズの割に50円はお高いので、あまりね気軽には食べてほしくないんですけれどもね。ソルティッドエッグヨーククッキーズ 600g 入り1758円です。お菓子コーナーの新商品です。原産国は台湾、賞味期限は12月21日です。約10ヶ月です。原材料に塩漬けアヒル卵黄と書いてあるので気になりますよね。61個入っていました。1枚あたりは 28.8 円、重さは 10g、 長辺は 59mm くらい、短辺は 30mm くらい、厚さは 10mm くらいです。 50kcal です。パッケージのイメージ写真よりかなり小さいです。いい意味でのパサパサ、サクサク食感です。お味は卵そのまんまです。塩味の卵、ゆで卵に塩をかけた感じよりも香ばしさがあるので、塩味の卵焼き味といった方が近いです。まずいわけではないんですけれども、卵感が強すぎて家族には不評でした。 MAGMマカロンでいいのかな、ちょっとね読み方わからないです。6種類が4個ずつ1288円から260円オフです。1個あたりは 42.8 円、冷凍です。コストコでは定番超ロングセラーなのでご存知の方も多いですよね。原産国はフランス、賞味期限は来年の12月です。約1年8ヶ月です。チョコレート、バニラ、フランボワーズ、シトロン、キャラメル、ピスタチオです。2パックに分かれています。食べる分だけを冷蔵庫に移して1時間、さらに室温で1時間置いて解凍します。なぜ冷蔵庫で2時間としないのかと不思議ですが、食べてみて分かりました。表面がサクッとして、生地はしっとり、クリームのねっとり、絵の3段階、本格マカロンの食感です。結露を防ぎ美味しく食べるための解凍方法なんですかね。直径は 35mm から 38mm くらいです。 12g で 52.3kcal です。フレーバーそれぞれの特徴も生きてて、甘すぎず大人な味わいです。美味しいです。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。